太郎の英作文添削リベンジ編、まず新作から、新作からそれを書き直したもの。 From textbook and the workbook to grade up I want to drive my grandmother's car Suzuki Alto I'm a Japanese speakerはい、始まりました、もっちゃちチャンネル。さあ、太郎の英作文添削リベンジ編ということですね。はい、もう一度書いてきましたということで、前回はですね、英作文公開処刑していただきありがとうございましたというふうに、はい、来ました。御礼申し上げます。あれだって本人が添削してください、動画でっていう話で送ってきてるもんですからね。僕がいきなり上げたりとかしてるわけではありませんので、そう勘違いしないでくださいね。今回リベンジしたので、また見てほしいということでした。前回の添削したものに加えて、まあそれを書き直したものに加えて新しいのもあったんで、じゃあまずはその新しいものから見ていこうかなと思いますね。浪人をね、何回もして、まあ、4浪して、もうやっぱ勉強法オタクになってしまってはダメだよっていうのをね、前回の動画ではきちんと言いました。ちゃんとアウトプットできるようになってなきゃいけないんだ。もう多くの人は全然できるようにならないですね、英作文。ということで、今回の英作文、まず新作から、新作からっていうのもあるんですけど、リベンジの2つ、同じページに載ってるものなんですね。次の意見に対して条件に従い、自分の考えなどを含め、まとまった内容の文章を5文以上の英文で書きなさい。埼玉の問題ですね。高校入試かな。の浪人って高校入試浪人なのって来てましたけど、高校入試浪人ではありません。はい、大学入試です。意見、We should read books。なぜこれわざわざ SVO を取る？取っちゃダメとは言わないけど、分かる分に振る必要はそんなないんだけどね。本を読むべきだってやつね。1文目は Think という語を使い、意見に対する自分の考えを回答欄の1に書きなさい。2文目以降はなぜそのように考えるかが伝わるように、4文以上で回答欄の2に書きなさいと。はい。で、1個目。I think reading books is important. はい。問題ないですね。同名詞の reading books。で、それは大事だと言ってます。で、I have two reasons to support my opinion ですね。まあ、これをわざわざ入れるんだら別に入れなくていいと思うんですけどね。で、あと、改行もいらないですね。First, it need to master from textbook and workbook to grade up。でも、間違いだらけで。絶句でございます。はい。リベンジ編も絶句でございます。はいね。まず、it! なんで大文字なんですか？これ、first の後ですよ。これ、この癖やっちゃう人はね、消えないんだよね、これね。何回もやっちゃいます。it とか、there, they, this とかね。いわゆる、文頭に来ることの多い、i とか、t とかで始まるやつ。こういう単語が出てくると、まあ、間違いますよね。大文字で書いちゃう癖がある人。これは、意識的にしないと消えない。で、need to の need が、はい、三人称単数でしょ ?it。なんだから、it needs to。ただし、it が指すものがわかりません。何ですか ?it って。master スペルが違う。で、目的語はない。誰が、何を。だから、主語に当たるものもないし、目的語に当たるものもないですね。誰が何をマスターする人があるの ?from textbook, textbook のスペルが違います。で、裸名詞ですね。漢詞ついてないですね、textbook に。だから textbooks とか複数の S をつけないといけないね。workbooks。workbook って何の ?to grade up。何をグレードアップするんですか？目的語これもないですね。grade up。何 ?Q を上げるってことですよ、グレードを上げる。だから誰が何をマスターして、誰が何の Q を上げるんですか？何も書かれてない。セカンド、もう2個目いっちゃったよ。え？もう2個目言ったんだけど、どういうこと ?it、はい、同じ。need、同じ。research、何のリサーチをするの？また目的はないじゃん。まあまあ、do some research みたいに言うことはできますけどね。名詞として使って、to learn science and history。どうして science と history なの？本と何が関係あるのかはちょっとわかんないんだけど。for these two reasons, I think that reading books is important. だからさ、4文以上で書くんだけど、その理由を書くのに、I have two reasons to support my opinion っていうのは別にこれ理由じゃないじゃないですか。で、for these two reasons, I think that reading books is important. これも理由じゃないですね。だから、事実上、2文しか書かれてない。で、2文しか書かれてなくて、2文とも何を言ってるのかさっぱりわかりません。はい、内容が、内容。ということでした。まだ日本語でも多分書けないんだと思いますよ。まあ、小論文みたいなのが、エッセイ的なレポートみたいなのも書けないってことだと思います。多分ね。ただまず日本語をやった方がいいかもしれないですね。誰が何をとかっていうのが書けるようにならないといけないですね。という感じですね。あと、ま、やっぱ it を多用する人って英語ができない人の特徴です。やっぱ英作文たくさん見てて、it が何を指してるかわかんないまま it を使ってくる。something とかもそうですね。something たくさん使う人、英語できない人。という、実は特徴があったりします。まあ、あくまで英語できないけど、作文でできない人の特徴です。文法問題は解けるって人がいる。
では、リベンジ編でございますね。外国語指導助手 ALT から What do you like to do when you are free? ですね。はい、これね、暇な時何したいかっていうやつでしたね。あなたの答えを理由や説明などを含めて25以上の英語で書きなさいと。英文の数はいくつでも構いませんよ。I'm などの短縮形は一語として数えます。コンマ、ピリオドなどは語数に入れませんよ。I like to drive a car when I'm free. そうですね。まあ私がこれ直しましたからね。I want to drive my grandmother's car. 鈴木アルト。知らんかな。To, I have been to the places. To の後ろに SV が来ちゃってるんですけど、前置詞の後ろに SV が来てますよ。To, I have been to the places I visited as a child. One more time.一回でいいんだ。ただまあ文構造は破壊されてますね。My grandmother's car, Suzuki Auto. To the place. To the places I visited as a child. ってことですね。はい。Suzuki Autoの情報はいらなくない?なぜ載せた?ということです。まあこれはね、まあやっぱ私もう一回添削してある状況なんでね、動画で。だから、それはもうやっぱり。よくはなってはいますけど、ただやっぱ to の後ろに sv はダメ。あれその時も言わなかったでしたっけ、主語動詞があって接続詞があって主語動詞ですから、ね、そういう風に書けないとダメです。はい、次の件に対してあなたはどのように思いますか。あなたの考えを賛成か反対かを明らかにする一文を含めて4文以上の英文で書きなさい。 Learning a foreign language is important. はい、これもやりました。動名詞が主語になってるやつですね。これ SVC と書いてます。 I agree that learning a foreign language is important. 大事だと言ってます。 I have only a reason my opinion. まあわざわざ別に言わなくていいじゃん。 I have only one reason でもいいけどさ、何なんだろうこの書き方は。 I have a reasonTo support my opinion とかっていうことかな。 I think that I'm Japanese speaker. え? I'm Japanese speaker. Japanese. フランス語ファンセみたいなね。Japanese. Japanese speaker. スペルが違いますよ。で、I am a Japanese speaker. And that I think that Japanese grammar very difficult. でこれさ、that 2回目来てるってことは、I think that 2回目でしょ ?I think that 2回目で、その中に I think that が入ってるんですけど。いや、無理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 。ダメダメダメ。こんなの無理だよ。Japanese 2回目の、え?これもしかして1回目も2回目も Japanese のこの P 大文字になってんのこれ。Grammar、はい、スペルが違いますね。MMAR。で、very difficult、think のざっと説なんか動詞がないですよ。Japanese grammar is very difficult ですね。私は日本語を話して日本語は難しいと思う?いや、怖いですよ、雲行きが。日本語が難しいからって外国語を学ぶことは重要っていう風にはならないから、どうつなげるの ?Therefore, スペルが違う。スペル間違いまくるね、やっぱりね。I need to know different Japanese from foreign languages grammar.え?どういうこと ?different Japanese? どういうこと ?different Japanese? ん?スペルも違うけど全然。different の。そもそも different Japanese ってどういうこと?日本語と違った別の日本語?意味が通らないですよ。foreign languages grammar? 外国語のって言いたいのかな?ただただ複数形の S がついてるだけですけど、グラマーのスペルも違うね。どういうこと?日本語を外国語から学ぶことができる。それと外国語との違いを学ぶことができる。それとも No A from B の構文で区別するって意味で使ってる?よくわかりません。違った日本語を別の言語の文法から学べる。さっぱりわからんぞ。で、わからないし、とにかく全然つながってない。だから、まあ、外国語を通して自国の言葉を学ぶことができるとかはできますよ、そういうのは。でも日本語が難しいからですっていうのは全然通じない。日本語が難しいから海外の語を学ぶことによって日本語を知ることができるっていうのは論として成り立たないでしょう。それ優しい、難しい関係あるのっていうことだと思いますね。はい。ちょっとこれは厳しいと思います。はい、そんな感じでございました。すごいな、リベンジの英作文もなかなか相当なもんでした。はい、皆さんどう思われますか。ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.